今朝の労働新聞は、朝鮮人民軍の長距離砲兵部隊が昨日行ったとする火力打撃訓練と、それを視察するキム委員長の写真を一面で報じました。訓練についてキム委員長は、大きな満足の意を示したということです。昨日の飛翔体の発射がこの訓練に当たるとみられ、韓国メディアは超大型ロケット砲と推定されると伝えています。アメリカとの非核化交渉が膠着する中、およそ3ヶ月ぶりとなる今回の発射について、韓国軍関係者は、軍事力の強化と内部の結束を示すための訓練の一環との見方を示しています。